はい、おはようございます。どうも。初めましての人は多いでしょうか。はじめまして。はじめまして。メタボリッツと申します。メタボリッツと申します。よろしくお願いいたします。そうですね、メタボリックスというのはもう見ていただいたら分かる通りメタボの2人ということで、はい、最近はですね、よくカホーン の, ハッキーという人も一緒に加わってですね、はい、3人でやってるんですけど、今日はちょっと、諸事情で、2人ということで、なんかね、カホーンもいつもね、本当助けられてるという感じがすごい分かりますよね。そうですね、本当、はい、ね、まあ、ということで、僕が、ボーカルとギターの、えびちゃんと言います。どうぞよろしくお願いします。こちらのハーフの、変態ハーフと、くーにんさんといいます。はい、よろしくお願いします。ハーフ吹きます。見ていただいたら分かる通り変態でございます。変態どうぞ言ってください。ということで、短い時間ですけども、はい、最後までお付き合いください。どうぞよろしくお願いします。どれだけ辛くても、どれだけ寂しくても、生きていればいいことあるさ。最後に笑うのは、どんなに馬鹿にされても、一生懸命生きてるやつ。晴れる。
全部オリジナルなんですけど、イエイ、願いという曲で、2曲目は、春がくるという、今の季節にぴったりの、これもオリジナルでございます。はい。わけわからない。まあね、その辺にね、なんかわけわからないとかそうだけですけど。かっこいい。靴もでしょ。靴もかっこいい。一番かっこいいのは顔なんですけどね。ビジュアル系だもんね。そうそう、ビジュアル系。あ、最近それやってないんですけどね。僕はずっとビジュアル系シンガーソングライター、ビジュアルですって言ってるんですけど、ずっと、それ何年も言ってたら、なんか皆さんなんかもうなんかこうシーンとしてきて、ちょっと最近言うのはそういうことなんですけど、ね、もう僕らはビジュアル系ということで。いやもう、はい、ええと思いますよ、僕は。あ、そうですか。はい。あ、クーニーさん、なんですか、その T シャツは。これはね、僕の大好きなあのアパッチさんという人にいただいたあの T シャツで、こう進化じゃないけど、こう進化しようですね。どういうふうに太っていくかというのは何、最後は舞台になってるんですけど、はい、パッチさん今どこにおるの？今はもう大体この辺りで、左だろ、左になっちゃいけないよ。この一番右はね、なんかすごい僕シルエットがね、なんかね、すごい親近感がある。右から2番目ですね。ここですか。それね、はい、だいたいそんな感じですわ。まあ、そうですよね。こればっかりはね、本当にどうすればいいのか。食べなければいいんですけどね。食べないと死んでしまう。ね、生きていくためには食べなければ。はい、ということで、次回の動画は楽しい人しっとりと、言葉の葉というか、届かなくても
ゆたやさん。終わった。ゆたやさん、本当にどこ行くんですか。それでは、今日のタイトルは何でしたっけ。桜のなんたらという、ね、今日は、テーマがありまして、桜といえばイエーイ。すいません、ものすごい自分でもったいぶりましたけど、それでは桜の咲く頃にという、イエーイ、毎年お聞きの曲を聴いてください。真っ暗にしますよ。え、なんて照明が暗くなっても大丈夫ですか。あ、大丈夫です。僕ここに照明ありますから。Yeah.
Yeah.
手分かれたら